こんにちは。 GP4 開発者の伊藤です。本日も GP4 についての役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、結構いろんな質問いただいているんですけれども、その中でね、細々とした質問があるので、ちょっとそれにまとめてお答えしていこうかなと思います。まずはですね、一つ目ですけど、自宅で野良猫、犬を多数保護しているのですが、体調を崩すとみるみる弱る傾向があり、 GP4 は猫、犬に応用できるのでしょうか。こういう質問がありました。一言で言っちゃうと、できません。っていうのは、GP4 ってね、腕とか足とかどっかにこう2キロとか3キロとかこういう形に決めたりして持っていくやつなので、ね、犬とか猫じゃできないですよね。なので、GP4 そのものを使うことはできません。なので僕もたまに犬とかにね、施術することあるんですけれども、その時はね、違うことやってます。はい。なので GP4 では申し訳ないけどできないですよってことですね。はい。で、次の質問ですけれども、立位や座位、仰向けでも可能でしょうかっていうのがあったんですけど、これ多分ね、尾骨三橋のことじゃないかなと思うんですけれども、尾骨三橋については基本的にはうつ伏せです。立位、座位はまあできないでしょうね。まあ多少変化はあるかもしれないですけど、まあ、期待したほどのことはできないと思います。仰向けも一緒ですね。難しいと思いますね。なので基本的に尾骨三橋についてはうつ伏せでやります。あと仰向けでやる方法はね、 DVD の中とかでいろいろあるので、そういうのを使っていただければいいと思います。で、次の質問ですけれども、次は頭の位置は下向きですか、横向きですか、横向きでも良いでしょうかっていう質問がありましたが、これも多分うつ伏せで尾骨三橋をやる時のことじゃないかなと思うんですけれども、どっちでもいいです。っていうのは、例えば普段施術でやる時はベッドを使ってますけど、床でね、うつ伏せ寝てやる時とかもあるんですよね。そういう場合はうつ伏せこうなるのって、普通の例えば家とかでね、布団とかに、床とか布団とかにうつ伏せになっている時に下向きってできないと思うので、その場合は向きやすい方に向いてやります。それでも十分効果あるんでね。なので、答えとしては、頭の位置は下向きでも横向きでもどっちでもいいです。楽な方でやってください。はい。次はですね、ちょっと長いんですけど、質問ではないのですが、無料動画での尾骨主義は説明とは違い、反対側も触れれば緩む気がしています。そうですよね。A さんがね、例えば背骨の A さんがどっかにいるんですけど、それが右側にいたり左側にいたりすると、例えば左側のあるとこポッと触ると他の右側がのいろんな圧が取れたりとか、そういうことあるので、そういうことを考えると、例えば反対側にあることも当然ありますよね。ただ基本的には、基本的には両方やるっていうのが基本で、それで、右は右、左は左って思っといた方がより確実ですよね。ただ反対側も確かに緩みますよね。で、ちょっとごめんなさい、続きいきますけど、また例えば下部胸椎レベルに左右にまたがる強固な筋緊張がある場合、脊柱を挟んで左右にまたがるように主張を当てて揺らすようにするとより効果的な感じがします。これを左側と右側それぞれ行います。こうするといいんじゃないでしょうかっていう話かな、多分ね。強固な筋緊張や部分的に残った筋緊張に対しての追加的な主義がありましたらご教授ください。ですね。尾骨三橋だけでもいいんですけれども、緊張のレベルが高すぎる人にやっていること、いくつかあります。でこれ実はね、DVD のおまけの映像に出ているので、 DVD 買われた人はそのおまけの映像を2つ出しています。どっちやってもいいですよね。1つはかかと
あ、かかとじゃない、まあ尾骨三橋というのは尾骨を緩める方法ですよって言ってますけれども、足を使って尾骨を緩める方法もあって、それを使ってやる方法が一つと、もう一つはあの 仙骨、仙腸関節の関係を使って緊張を取る方法と二通り紹介していますので、これでもね全身調整になって全体の緊張のレベルがボンと下がるので、それを使ってもらうといいですよね。次は、GPU 法の名前の由来を教えていただけますか、ね、これよく聞かれるんですけれども、あの GPU 法ね、もともと今ゆらゆら揺らしているんですけれども、昔はねあの、まあ、無料動画の中ではやってないかもしれないけど、 DVD の方でやってるね、グッパーするよ、緊張弛緩緊張弛緩グッパーしますよっていうのが昔はメインだったんですね。なのでそこからです。 GPU 法って、まあ、グッパー法なんですね、もともとはね。まあちょっと名前かっこ悪いんで GP にしたらなんとなくかっこいいよねみたいな、そんだけなんですけど、そんな感じです、はい、ということでちょっと今回はね細かい質問に答えさせていただきました、今日の動画はいかがでしたでしょうか、皆さんのお役に立ってくれたら嬉しいです。じゃあ質問とかリクエストとかありましたらまた、お寄せください。では本日も最後までご覧いただきありがとうございました。